高卒1年目無職です。自分の祖父は些細なことで怒鳴りやすく、家人との怒鳴り声が脳内再生されて落ち着きません。また自分は論理的思考力が欲しくて、公園のベンチで論理の本を読んで勉強しているが、周辺を飛ぶカラスに襲われるのではなく不安になります。また30分以上公共のベンチを占領したら悪いと思ったり、公園に遊びに来た小中学生にバカにされたらどうしようなど考えてしまうはかどりません。策はありますか？自分は音読しないと文がよく理解できません。図書館で借りて家で読んでください。別に公園じゃなくて家で、あの祖父が怒鳴りやすいとかなんですけど、あの本を読んでても怒鳴るのであればそれは仕方ないと思いますけど、であの30分以上公園にいられないのであれば、あの公園を、あの多分近所に公園 2,3 個あると思うので、あの1個ずつ移動してくっていれば1時間半で3つ移動して、であのもう1回最初のところに戻れば、それもあの1時間半経ってるので、別にあのその他の人がいなかったら全然あると思うので、なのであの公園を30分ごとに移動するっていうパターンと、家で本を読んでいてもその祖父が怒るのかっていうパターンの確認と、あと最近だとあの図書館でもあの子供コーナーとかあったりして、あの子供コーナーとかって普通に子供がギャーギャー騒いでたりするので、子供コーナーの椅子で本を読むっていうのと、あとあの視聴覚室みたいなのがある図書館ってあるんですよね。なんか視聴覚コーナーみたいなのがあって、なんかあの DVD とかが見れますみたいな、なんでそういうところで DVD を借りた体で本持ち込んで、あの普通に音読してれば、別にあの DVD コーナーってあの割とあの締め切られたりしてたりするので、なのでそんな感じであの読める環境を作ってみるといいんじゃないかなと思います。カラオケボックスだとお金かかりますよね。